皆さんこんにちは。本日の日付は2023年の3月25日、今日は JR 奈良駅よりお送りしております。今日3月25日はこの奈良駅と大阪駅を結ぶ臨時特急まほろばが運転を開始する日となっております。ということで今回は僕も大阪行き一番列車のチケットを入手しましたので乗車をしていきたいと思います。こちら改札にありますまほろば号の電光表示、東線経由新大阪大阪行きと非常にギチギチの表示となっております。大阪方面へ行くには大和路快速という手段もありますが、大和路快速とは少しルートが違うんですよね。まほろばがやってくる方面へ上がってみると、特別な発表した駅員さん、そしてまほろばの到着を待つ鉄道ファンで盛り上がっていました。そんなまほろば号なんですが、本当は本日3月25日よりデビューというわけではなく、約3年ぶりの復活という形になります。2019年の冬から2020年の夏にかけて新大阪から奈良を結ぶ特急として運転されていたまほろば号ですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響でしばらく運休。そんなコロナウイルスの影響も少なくなり、また梅北新駅の開業によって大阪東線がさらに活気づいたことを記念し、このまほろば号もついに復活となりました。ということで満を持してまほろば号が奈良駅に入線。ホーム上の鉄道に関心のなさそうな皆様も、なんだこの車両は、まあそんな感じで興味深そうにこの車両を見つめている姿が印象的でした。この奈良県には定期の JR 特急はありませんので、このような特急型車両がやってくるというのは非常に珍しいものです。そしてまほろば大阪行きという表示、3年前に運転されていた頃はこのような特急ならと非常に質素な表示でした。3年を経て復活、今回の運転再開に対しての JR の気合が伺えます。ということで車内に入っていきましょう。今回の乗車は2号車の2番 C 通路側の座席です。特急まほろば号大阪行きです。ご乗車ということで、この特急まほろば号、注目の停車駅は新大阪、そして大阪、非常に少ない停車駅です。途中久宝寺や花店など通常は全列車停車、そういう駅も通るんですが、この特急は堂々と通過していくということで、その辺の通過シーンも見どころかなと思います。発車が近づくと駅員の皆さんによる旗を使ったお見送りが行われました。この旗はホーム上で駅員さんから多くの乗客に手渡されていましたので、車内からもこのように旗を振ってお見送りに応えます。列車は17時44分始発の奈良駅を出発。この先大和路線、大阪東線、そして梅田貨物線を経由し終点の大阪に向かいます。発車直後にはこのようにまほろば0号大阪行きという、謎の表記も見られました。このまほろば号は上下1本ずつの列車ですので、この表記っていうのは完全に JR のミスなんですが、これは初日独特のサプライズと、そういう風に捉えておきましょう。ということで奈良を出発した特急まほろば号、徐々にスピードを上げていきます。この先王子までの各駅、郡山、大和小泉、法隆寺の各駅というのは基本的に通過列車の設定はありませんので、その通過シーン今から非常に楽しみになっていきます。奈良に来た時はいかがでしたでしょうか。奈良公園を中心とした奈良エリア以外にも、日本最古の道と言われている山の上の道は、これからの季節パワースポットを巡るハイキングに最適です。暖かくに時を見える鳥として神山の向かいにされており、かつ多くの山の上が迎える。こんな感じで奈良の観光案内、奈良に関する様々な観光の案内が行われていたんですが、残念ながらその観光地が大体 JR 沿線ではなく近鉄沿線にあるんですよね。
奈良はまさに近鉄王国、 JR にとっては圧倒的に不利な環境ではあるんですが、それでもその辺は度外視して奈良を盛り上げようと、そういう JR の意思を感じる、そんな車内放送でした。列車が現在入線しているのは王子駅。この王子駅は奈良県内でもかなり大きな駅ということで、駅前も結構栄えてますよね。この王子駅もこの特急まほろば号は通過していきます。ゆっくりゆっくりと、なかなかないシーンということもありまして、多くの乗客がカメラで通過の様子を撮影していましたね。そして王子駅を通過するとすぐ進行方向左側に王子町をアピールするこちら聖徳太子愛犬雪丸の町王子へようこそと、そういう看板があるんですが、聖徳太子愛犬の町ってなんやねんと、別居でもしてなんかみたいな、そういうツッコミをこの王子のあたりを通るたびに思ってしまいます。この王子を過ぎると列車は山越えの区間へ突入、生駒山を越えて列車は大阪府の方面へ入っていきます。乗務員が手作りいたしました記念乗車券をただいまから報告いたします。はい、というわけで初日を記念してということで、安倍の車掌区から記念乗車証、特別な記念乗車証の配布もありました。こちらすべてローマ字で書かれている、なかなか見ることのない挑戦的な乗車証だなと、そういうふうに思ったんですが、こちらの乗車証以外にも前のポケットの中には通常の記念乗車証と、そういうのも入っています。表面にはこの287系車両と平城京を模した柄、そして裏には古事記の和歌が、このように刻まれています。でもね、このノリの記念乗車証、なんかどっかでね見たことあるなと、そういう風に思ってね家を探してみたらありました。昨年の春にデビューした近鉄の観光特急青によしの記念乗車証と、なんかノリというか雰囲気が似てるんですよね。もしかしたら同じ奈良を盛り上げる観光列車ということで意識したのかもしれません。本日はご乗車いただきありがとうございます。新大阪、大阪まで短い時間となりますが、どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。列車は間もなく旧法寺を通過するところ、この旧法寺で大和路線からは別れを告げ、大阪東線で新大阪、そして大阪方面へ向かいます。旧法寺では時間調整のため2分間の運転停車、せっかくなら通過するところを見てみたかったんですが、これは仕方ないですね、ダイヤの都合上なので。東線の線路を特急車両で抜けていくという体験はなかなか新鮮なものです。列車が通過したのは JR 春徳道駅、大阪東線の雑魚駅には目もくれず全駅通過して新大阪へ急ぎます。どうやら前の列車に詰まったか、かなりスピードを落として高井田中央駅を通過していきます。大阪東線には待避設備が一切ない上に、この列車は臨時列車ですので、どうしても列車が詰まってしまうんですよね。この高井田中央を通過して以降、このまほろば号はあまり特急とは思えない、そんなスピードで走行を続けていくことになります。
このマホロバでの時間を惜しむかのように特急マホロバ号東線内をゆっくりゆっくりと進んでいきます。現在通過したのは白北公園通り駅。この辺りの北区間は2019年に開業した JR 西日本の中でもかなり新しい区間です。大阪東線の開業によってこの辺りの交通はめちゃめちゃ便利になりました。しかしこの特急マホロバ号については先ほどから相変わらずの低速運転。実はこのマホロバ号なんですが重大な欠陥がありまして、このような快適な列車ではあるんですが所要時間は大和路快速、同じ奈良から大阪を結ぶ快速列車よりもなんとかかってしまうんですよね。この列車が奈良を経った4分後17時45分に大和路快速の大阪方面行きがあるんですが、その列車に乗車すればこの列車よりなんと4分も早い18時39分に大阪駅にたどり着くことができるんですよね。つまりこのマホロバ号は快速より遅い特急ということになります。明らかにこの走り方を見るに東線での低速運転がネックになっているわけですから、どうにかここもダイヤの都合とかで改善できないものかなと、そういうふうに思いますが難しいのでしょうか。今は2番乗り場に到着します。1号車の前よりにはお出口はございません。後ろへの出口からお降りください。普通列車と並走しながら列車は東淀川駅を通過、そして間もなく新大阪駅に到着です。新大阪でそれなりの乗客を降ろし、列車は最後新大阪から大阪まで梅田貨物線の区間を走行していきます。というわけで奈良から乗車してきたマホロバ号、最後地下トンネルに潜り終点大阪駅地下ホームに到着です。奈良駅から1時間2分の旅、満員列車が快適な特急車両でマホロバの旅を満喫することができました。まあでも今日に限っては今日はね満席だったので、正直大和路快速に乗った方がもしかしたら快適だったかもしれません。知らんけど。車内の点検が終わりますと開放列車となりますので、バックボードがないようにお願いします。というわけで特急マホロバ号を乗車していきました。今は梅北の西口にいるんですが、マホロバ号奈良から大阪まで乗車してきました。非常に快適ですし新鮮ですよね。王子とか法隆寺、大和小泉、郡山と通過していくのは非常に快適で爽快ではあるんですが、ただ快速電車より遅いということで、まあ、そこは問題というか
まあ、大阪から奈良から大阪まで座らずに行きたいという、まあ、その限られた層だけでどれだけ稼げるか、まあ、少し難があるかもしれませんし、まあ、そのうち停車駅の増加などテコ入れが行われるんじゃないかなと、そういうふうに思いました。まあ、今回キャンセルで、ね、適当に拾った席だったんですが、非常に面白い体験をすることができましたし、大阪行きの一番列車に乗れて、まあ、非常に光栄だったなと、そういうふうに思います。ということで、まあ、普通に家に帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。